ジャニーズジュニアの5人組、ハイハイジェッツの佐久間龍と、20、が放送中の NHK 大河ドラマ、どうする家康、日曜後8:00に豊臣秀頼、役で出演することが4日、発表された。戦国時代劇は初めてで、今作が大川初出演となる。同作は、小国に生まれながら乱世で奮闘し、江戸幕府を開いた徳川家康の生涯を書く作品。嵐の松本潤、39、が主演を務め、人気脚本家、古沢良太氏が脚本を手掛ける。佐久間が演じる豊臣秀頼は、秀吉、室強、最愛の女性、茶々、淀君、の次男で秀吉亡き後、豊臣家の復活の期待を背負う若きプリンス。二条城で成人した秀頼に対面した家康は、凛々しく聡明な彼の姿に、圧倒的な脅威を感じる。佐久間龍とコメント、演じる人物の印象は、とても重要な人物だなと驚いています。尊敬する俳優さんの中で、圧倒的な脅威を視聴者の皆さんに感じていただけるか、自分の中で燃え上がっています。これまで秀頼に対し、って持っていたイメージは、20歳の僕よりも若い彼が、多くの命を背負って自らの責務を全うしていたことが信じられません。本当に厳しい環境に生まれ育ち、そんな中でも強く生きていた彼はすごく立派な方なんだろうなと思います。大河の印象は、メンバーの井上が以前、麒麟が来るに出演したことがあり、それを聞いたときとても驚いたことを覚えています。まさか、自分が大河ドラマに出演できるとは思ってもいませんでした。時代劇への出演自体初めて、戦後間も、ない時代の作品には関わったことがありますが、それ以前の話には関わったことがありません。所作や言葉遣いなどが難しそうだと映像を見ていて思います。しかし、また自分にとって新しい挑戦ができると考えると興奮します。好きな古沢作品は、リーガルハイはよく実家で見ていた覚えがあります。気持ちの良いテンポで繰り広げられる会話劇が印象的でした。